この章ではスタイルシートについて学習しましょう。スタイルシートとはウェブページのレイアウトをコントロールするための技術です。 HTML は本来は文書の構造を記述することを目的にしたものです。ですから精密な文書のレイアウトをすることはできません。スタイルシートを使用するとテキストや画像の配置、テキストの行間隔や文字間隔などのウェブページのレイアウトを自由かつ精密に行うことができます。スタイルシートはレイアウトの定義をあらかじめ別の場所にしておき、それを構造に対して適用していきます。定義したスタイルは複数の文書で共有できますから、サイトに含まれるすべてのページのデザインに一貫性を持たせることができます。 HTML でのスタイルシートの設定方法は様々ですが、一般には CSS カスケーディングスタイルシートと呼ばれるものを使います。これは複数の場所で設定したスタイルを混合して利用できるという特徴があります。ファイルパネルで CSS スタート HTM をダブルクリックして開いてください。このファイルは単にテキストが入力されているだけで何のデザインもありません。 CSS を使ってレイアウトしてみましょう。はじめにスタイルシートを使った背景イメージの配置を行ってみましょう。ウィンドウメニューから CSS スタイルを選択します。CSS スタイルパネルが開きました。パネルの下側にある新規 CSS スタイルをクリックします。新規 CSS スタイルダイアログボックスが表示されます。ここでは CSS の適用範囲を3つのタイプから選択します。クラス、すべてのタグに適用可能では、独自のスタイルを作成し、指定した段落やテキストにのみそのスタイルを適用します。タグ、特定のタグの外観を再定義では、指定した HTML タグで記述されたものすべてにそのスタイルを適用します。詳細、ID、コンテキストセレクタなどは、マウスポインタが重なった時の状態やリンク後の表示などのスタイルを設定します。ここではタグ、特定のタグの外観を再定義を選択します。タグのリストからスタイルを適用するタグを選択します。ここではボディを選択します。これによりウェブページの本文を定義するボディタグに対してスタイルを設定することが可能になります。定義場所では現在作成中のウェブページに対してそのスタイル設定を適用させるか、別に外部ファイルを作成し他のウェブページからもそのスタイルを参照できるようにするか、どちらかを選択します。ここでは現在のドキュメントのみを選択します。 OK をクリックします。スタイル定義のダイアログボックスが開きました。ここでボディタグに対してどのようなスタイルを設定するのかという詳しい設定を行うことができます。カテゴリの一覧から背景を選択します。背景イメージの参照をクリックして、背景として使用したい画像を選択します。イメージフォルダにあるビーチ1JPG を選択しましょう。繰り返しでは背景イメージをタイルのように繰り返して表示するかどうかを指定します。
今回は繰り返さないようにリピートなしを選択します。水平位置と垂直位置では今指定した背景イメージをウィンドウ内で配置する位置を指定します。水平位置を400と入力します。単位はポイント、インチ、センチなどから選択できます。今回はピクセルを選択します。垂直位置は350と入力し、単位はピクセルを選択します。 OK をクリックします。ドキュメントウィンドウの指定した位置に背景イメージが配置されました。 CSS スタイルパネルに作成したスタイルが登録されています。プラスをクリックすると内容が展開します。次はテキストに対するスタイルを指定してみましょう。ここではフォントサイズや行間隔、文字間隔、テキストの収まる領域の広さと左端からの余白を指定します。 CSS スタイルパネルで新規 CSS スタイルをクリックします。新規 CSS スタイルダイアログボックスが表示されます。タイプはクラス、すべてのタグに適用可能を選択します。名前ボックスにスタイルを設定するクラスの名前を入力します。ここではテキストと入力します。定義場所は現在のドキュメントのみを選択し、 OK をクリックします。スタイル定義のダイアログボックスでカテゴリの一覧からタイプを選択します。テキストサイズを指定しましょう。サイズを10ポイントに設定します。行間を指定します。ライン高を18ポイントに設定します。カラーボックスをクリックしてテキストの色を選択します。ここでは3366cc に設定します。カテゴリの一覧からブロックを選択します。テキストの間隔を指定しますので、文字間隔を3ポイントに設定します。カテゴリの一覧からボックスを選択します。テキストが表示されるエリアの余白を指定します。ここでは左端の余白のみを指定します。余白のすべて同一のチェックを外します。そして左の値を30ピクセルに設定します。 OK をクリックします。 CSS スタイルパネルに作成したスタイルが登録されています。 CSS スタイルの適用先を選択してスタイルを反映させます。スタイルを設定したい段落にカーソルを置きます。ここではクルージング料金から6時間コースまでが一つの段落になっていますので、その中にカーソルを置きましょう。プロパティインスペクタでスタイルをクリックします。作成したテキストスタイルが表示されていますので、これを選択します。カーソルを置いた段落に設定したスタイルが適用されました。
サイズや文字間隔、テキストの色、行間、左端からの余白が一度に設定されています。一度設定したスタイルは他の段落にも設定することができます。周辺諸島までの所要時間の箇条書きにも設定してみましょう。カーソルを置いてください。プロパティインスペクタでスタイルをクリックし、テキストスタイルを選択します。スタイルが適用されました。一度の操作で複数の書式を設定できるだけでなく、複数の箇所に同じスタイルを設定できることにより、ページ全体のデザインを統一することができます。誰でもわかるマクロメディアドリームウィーバー MX2004 月刊はこれで終了です。フレーム、レイヤーによる編集、サーバーへのアップロードなどを学習しました。数多くの人に見てもらえるウェブページは、デザインの美しさや高度な機能だけでは作ることができません。内容のオリジナリティが最も重要です。ドリームウィーバーの機能と皆さんの独創性でアクセスアップを狙ってください。ありがとうございました。